美しい国を目指して国民に本音で向かう菅新内閣だ。支持 70% 超え。最新の JNN の世論調査で、先月発足した菅内閣の支持率が7割に達したことが分かった。菅内閣を支持する層は、先月の調査結果より 8.3 ポイント上昇し 70.7%。支持できないという層は12ポイント減って 24.2% だった。政権発足時の支持率としては1994年以降で4番目の高さだ。菅内閣の目玉政策を担当する新閣僚2人について尋ねた。河野行政改革担当大臣に期待するは 63%、平井デジタル改革担当大臣に期待するは 47% で、共に期待しないを上回った。目指す政策が国民の支持を受けたとみられる。一方、菅総理が日本学術会議の会員候補の学者6人の任命を見送ったことについては、51% が妥当ではないと答えている。野党再編後、初めての世論調査だったが、立憲民主党と国民民主党の支持率はそれぞれ 4.5%、0.4% にとどまった。TBS 報道から。せっかくの新党合流が安倍退陣、新内閣発足に後ろ足で蹴飛ばされ話題性が消滅した。支持率は変わらず最低ラインで喘いでいる立憲民主党は、マスコミが批判的に捉える日本学術会議の任命見送りを学問の自由が損なわれる、国会ですが首相が説明すべきとここぞとばかり言い始めた。戦後一貫して日本は軍備を語ることは平和追求に背くと思い込んできた。世界中から軍隊がなくなり、国際問題は国連中心の話し合いで解決する。核兵器は悪魔の兵器と美しいお花畑平和主義を良きものとしてきた。その中で日本学術会議は、日本の軍民複合とも言える分野の基礎研究に反対しながら、中国人民解放軍と縁のある研究はいつの間にか許容してきた。でも学術会議は、学問は軍事研究をしないと言い立てる、とっくに学問の自由への侵害がされているのに。学問は各自が興味と関心があり、自分たちの社会にとって必要だと個々が思えば自由に決まっている。学術会議の現状は偏った反政府見識に凝り固まっている。それでも学問の自由を尊重すべきとの素朴な世論に差をさせなかった。やっと、学術会議に祖国の存続優先を考える動きを促せるようになったか。これこそ野党が目指す真っ当な政治だと思う。枝野代表いかがですか。お聞きいただき感謝申し上げます。